お前どこ中じゃ。俺舞台挨拶中じゃ。霊が熱くなりました。もうとにかく女性でも熱くたけるものが込み上げてきたので、たくさんの人に見ていただきたいです。かっこよかったです。まさき絶対天下取れよ。みんな言われんでも取るって。本当に福岡一のチーム作れる気がするよ。福岡レグを総長。はい、やるか。やるか。ああお前福岡ね、自分のことだけ考えとるわけにはいかんだ。逃がしたこの。お前ら引退してほしいって頼んだとよ。お前これからも負けんなよ。負けるか。誰がデメキンじゃ。いやもうそれはもう話来た時にそれはもうニヤニヤが止まらなかったですけどね。はい、まあ小説書いてそれがまあ漫画になる時もまあ嬉しかったんですけども、まあ、それが漫画の方の、出版社の方からちょっと映画の話が来てますというふうに聞いて、まあ、それ聞いてからまあ1年半ぐらいはかかったんですけど、いざこう撮るとなるとこうワクワクと、まあ何ですかね、ドキドキと、なんかすごい自分の話が映画になるっていうことが信じられない感じですかね、やっぱり。正直俺もようわからんちゃうね。こう目と目で見つめ合って、大体こいつどれくらいの強さかなみたいな測る感じ。お前何しようかじゃ。お願いします。佐藤さんのリアルな青春時代、本当実話だったりもするので、それはすごい波乱万丈な人生を歩んでこられたんだなっていうふうに思って、それを自分がやらさせてもらうっていうのはすごい光栄なことだし、すごい幸せなことでした。デメキンクランクインです。お願いします。お願いします。佐田さん自身すごい楽しまれてたと思う。仲間といる時とか、全部起きてる、自分周りで起きてること全部楽しいんでやられてきたので、やっぱそれやっぱ自分自身が一番楽しまないとなっていうのも、芝居を楽しむっていうことももちろんそうですし、その中で起こってる事柄を楽しむっていうこともそうですし、とにかく楽しもうっていうふうにはすぐ頭に突っ込んでました。山田ゆきさんです。お願いします。絶対天下取って。お前しかおらんよ。撮影もすごくタイトでしたし、僕らよりも本当に大変なのはスタッフさんなんですけど、やっぱみんな結構体力的に辛いんじゃないかなと思う時も、やっぱみんな笑ってて、なんかくだらないことで、それが本当のなんか仲間に、まあ仲間なんですけど本当の仲間に思えて、それが本当によくいい雰囲気でこうお芝居に反映されてたというか、その雰囲気がすごく良かったなって。本当に健太郎はじめみんなが本当によく笑ってたことで楽しく乗り越えられたんじゃないかなって。
ってみろよ、こらお前らいけ。すごく自信のある作品となっておりますので、ぜひとも見ていただきたいですね。